九州日立マクセル赤レンガ記念館は、福岡県田川郡福地町伊方にある産業遺産。九州日立マクセルの工場敷地にある赤レンガの建物で、福地町に現存する数少ない炭鉱遺産の一つである。1904年頃、三菱北条炭鉱を務む工作室として建設された。1962年三菱北条炭鉱が閉山し、 1970年7月1日に九州日立マクセル株式会社が創業した後工作室は事務所として使われることになった。1997年9月3日に国の登録有形文化財に登録され、その後2007年には経済産業省により近代化産業遺産にも認定された。現在は建物内部は1階が同社製品展示室。 二階が喫茶店として利用されている。床面積約300平方メートル。1904年にドイツ人技師指道の元建築された欧米の炭鉱事務所をモデルとしたモダンな外観のレンガ作り。二階建てでありながら通りに面した一部が三階建てのように見える点が特徴で建設当初は同炭鉱の扇風機室として利用されていた。使用されたレンガは 炭鉱開発のために特別に焼かれたものと言われている。三菱工業所によって製作された品質の高い、この赤レンガ壁は、1914年12月15日の、北条炭鉱大爆発や2005年3月の、福岡沖地震でも崩壊しない堅豪さを持つ。外観を覆うつたは四季折々の表情を見せ、装飾性を付与している。二階の天井を取り払って、 剥き出しになっている鉄骨は、ボルトやナットを使わないリベット固定手法で、組み立てられており、戦艦ヤマトで用いられたのと同じ手法の構造を見ることができる。ありがとうございます。